チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。いきなり宣伝するのやめてくれませんか。他の動画もぜひ見ていってね。情熱と押し売りは紙一重ですよ。それなお前だよ。はい、今日はガパオライスを作っていくんだけど、質問ある人おる？この時点でどんな質問を想定したんだ？老後のための2000万円はあるのですか？そんな質問誰がするんだよ。今日の卵は筋肉マンとラーメンマンだよ。懐かしいけど、知ってる人が見てくれてるかはわからんな。どうせすぐ割られるんだからいいんじゃないっすか？お前が言うな。砂糖とナンプラーでタレを作るんだけど、ナンプラーって何なのぜ？タイ料理とかによく使うんだけど、簡単に言うと、腐った魚の液体だ。なんか他に言い方ないのか？腐った魚の液体だ。声を変えただけだよね。甜麺醤と醤油を加えてタレは完成だよ。このタレは何にかけても美味しそうだな。プリンには合わないと思うよ。そこでプリン出さないで。プリンの出汁をしみじみ。名言みたいに言わないで。皮を剥いたニンニクを切っていくよ。皮はどこに行ったんだ？メルカリで売ったんだ。売れねえだろ。何の皮なら売れる？皮に固執するのやめてくれませんか？次にピーマンとパプリカを切っていくよ。パプリカって何？知らん。パプリカってピーマンの色違いなのか？知らん。投げやりがすぎるだろ。ハゲやりがすぎる？なんだそれ、毒々しいな。ピーマンとパプリカ、どちらもナス科なんだ。なるほどだぜ。ピーマンはパプリカより小さいが、ピーマンより小さいパプリカもあるんだ。ややこしいな。ピーマンは緑色だけど、緑のパプリカもあるし、赤いピーマンも存在するんだ。ややこしさに拍車がかかったな。切り終わったピーマンとパプリカは綺麗だな。見てるだけでご飯3杯はいけるよね。いけちゃうの？ガパオライスのガパオは、ハーブの名前で、ホーリーバジルというハーブのことなんだけど、なかなか売ってないから、スイートバジルで代用されることが多いよ。パスタやピザでよく使うやつだよな。自分で言うのもなんなんだけど、うん、なんだなんだ？ちゃんとした説明してて、料理チャンネルみたいで草。料理チャンネルなんですが？卵は筋肉マンエッグとラーメンマンエッグを使うよ。売ってるみたいに言わないで、みんなが店に買いに走ったら、どうするんですか？すみません。筋肉マンエッグはありますか？あ？ここからは切った材料たちを炒めていくよ。あとは炒めるだけ。ってところからが料理の面白さだよな。あ？いやわかるだろ。材料を全部切り終わって、あとは炒めるだけだってところからが面白い。ニンニクを焦げないように炒めて香りが出てきたらひき肉を投入。そしてお待ちかね、ソルトエンドペッパー。塩と胡椒な。ソルテンペッパー。で、オーデイか。お前だよ。鷹の爪と、タレを入れたら煮詰めていくよ。鍋、触れてないよね？いやあ、褒めてないよ。回を重ねるごとに上手になっていくから、その過程を楽しんでほしいんだよね。まあ、そういう見方もありだよな。大体さ、鍋をちゃんと触れたら、料理チャンネルみたいでしょ。料理チャンネルなんだよ。チャンネルのアイデンティティ、崩壊してて草、誰のせいだと思ってんの？最後にバジルをさっと炒めてね。いい香りだぜ。視聴者さんはこのいい香りが匂えなくて草、ぶん殴られるよ。完成。じゃあ、マリサ、食べてみて。うまーい。バジルの香りと甘辛のタレが、絶妙なハーモニーを生んで、エスニック。エスニック。放置なの？